引っかかったかわいい。ライオンとゴブリンにしか見えない。ゴブリンみたい。おいしい。きれい、めっちゃ。おじさんミッキー。おじさんからの桜。桜のアーチがめっちゃきれい。満開だね。ねえ、満開だね。満開。満開。うちらの領土が見つかったぞ。早く行け。食べるな。こっちか、こっちか。こっちがいいんじゃない？桜、ね、上にいっぱいあるし。イエーイ！お花見の場所ゲットだぜ。ポケモンゲットだぜ。おじさんゲットしたぜ。こいつ。すべておじさんに任せましょう。お姫様はそこに。今日はおじさんよろしくお願いします。パカツ。今日はパカツ花火やってきました。今日は、ね、曇ってるから来てもいいかなと思って。今日これサプライズがあるので楽しみにしてください。なんですか。サプライズないと思います、多分。もう顔はついてます。何ちょっと言ってみて、そっと。どうせ弁当だろう。分かった。それは分かるに決まってんだろ。ふざけた。ちょっと、あ、それ敷くの？これ敷くよ。なんで？あれがいいうち。持ってて。なんかおじさんが言ってるから仕方なく言うこと聞いてやるか。これめっちゃでっかいね。頑張れ、早く働け。わ、大きい。シュールなんか。早くしろ。早くしろ。おじさん頑張れ。笑飛んでいくぞ。笑ってないです。めっちゃいい、超綺麗。こんにちは。お花見に来ました。お花見に来ました。お花見に来ました。散る前に来れてよかった。かわいい。ひょろい、なんか。なんで？言い方が。あ、かわいそう、俺。かわいいね。いいよ。めっちゃ変態な人の言い方。去年だったっけな、花見の時に京子が弁当作ってくれたんですよ。作りました。オムライスでサンドイッチも作った。そう、めっちゃ美味しかった。で、そのお返しとして今年は京子もちょっと手伝ってくれたんだけど、レイスがお弁当を作りました。ちょっといいよ、お弁当男子。オープン。じゃじゃん。じじゃん。手合わせてください。いただきます。いただきます。タンクを切って作ってきて、ありがとう。ほとんど電子レンジ。じゃねえ。それは秘密。俺サンドイッチ食べる。どうぞ。いい、あ、作りますか。じゃあ私はルイスが初めて作った甘い卵焼きを食べていきたいと思います。じゃん。わー、桜吹雪。わー、見て、やばい、見えてる。桜吹雪やばいんだけど、超綺麗ね。すごい。じゃあ気を取り直していただきます。うん、ちょうどいい。甘い、ちょうどいい。うん、食べよう。食べてない。うん、おいしい。本当だ、おいしい。そう、いつもだし巻き卵しか作らないんですよ、僕。そのベンチは、うん、ベコ巻き、ベコ巻き、朝からエリンギのベコ巻き。安定。じゃあ
袋から開けて入れただけのミートボール。中にスペシャルゲストが入ってる。あ、チーズ。美味しいよ、これも。本当？うん、上手に入れてるじゃん。ね、なんか弁当箱っぽい。人生で一度作ってみたかったんだ。初めて作った？うん、作るの楽しいわ、やっぱり。子供できたらさ、キャラ弁とか作ってあげたら。何弁作る？まずはアンパンマン。アンパンマンとか、本当のキャラを攻めてみた。で、上級者になると鬼滅とか。やば！あっち系攻めてみた。やばいね、それ。めっちゃ上級者じゃん。喜ぶだろうね、子供。ね。じゃあ、チャーハン食べます。これはどっちでしょう？あ、どうした？のせ、特別のチャーハンだよ。冷凍食品って感じ。違うよ、これ。あれだよ。フライパンで揚げてるじゃん。スペシャルだから。食べてみ。冷凍食品や。やろ。でも、美味しいね。冷凍食品でもだいぶ美味しいよ。何点このお弁当。また、これ直してくれる？100点。全部手作りだったら200点。次回頑張るわ、じゃあ。おいしい。お金。あ？思ったけど、ひょっこって恋人じゃないわ。友達だわ。なんで？なんかそれ思う。なんか親友レベルにずっといるような感じです。なんか苦じゃないっていう。昔は苦な時もあったよ。違う、なんだろう。ビンタまた最低なんか。あ、そうかそうか。もうちょっと待ってて。家に帰ったらさせたい。あの、なんだろう。隣にいて楽な人。本当じゃないの。いやでも周りからめっちゃ言われるんだよね。まあそういう夫婦なかなかいないぜみたいな。羨ましいって言われる。やっぱ羨ましいんやろうね。そうでもない。うちは今のルイスの関係は好きで、うん、恋人未満友達じゃないか。それ違くない？え、恋人じゃない？なんでショック。そうそうバディだから。バディ相棒や。え、じゃあ逆にさ、彼女とかできた時にどういう関係になりたいって理想はなかったの？あんま思い出してなかった。うん、そういう理想がいいとこはなかったな。かったんだ。なかった。そう。宇宙じゃない。今怪しかったよ。これ臭かったのに、この息が俺の方に来て戻ってきただけに腐ってたけど、今日から本当にそう、来てもらって。最低、本当。友達じゃねえ、こいつ。何、何？今日はあったの？うん、あった。どんな人がいいとかではないけど、付き合った相手とか、結婚する相手とは、なんか、気を使わない、いい意味で気を使わない関係性がいいと思ったし、友達みたいな関係になりたいと思った。ニヤニヤすんな。俺じゃんみたいな俺じゃんみたいな顔すんな。じゃあ俺やんやなくて、でもそういう関係になりそうと思ったから付き合ったとかではない。俺もだってそこまで来たの前、その付き合った期間とかでいろいろお互いのこと知り合いながら喧嘩もたくさんしたやん。そういう中で今の関係性を作ってきたわけやけん。確かに最初からそんなこの前なかったもんね。関係だったわけじゃない。か京子が俺をそれに育ててたのかもしれない。育てられてました。こういうキャラじゃなかったもん。全然違った。最初の付き合ってた頃とか、遠距離の中でさ喧嘩するつもりなんだから、もうルースぶち切れてなかった？覚えてない。まあでもそうだったかもな。と自己中だったみたいな。入れてこれ。入れてる。なんか言わせないようにしてたのかもしれない。
いやでもルイスは本当に強がってた。本当は内面、本当のメンタルはそんなに強くないのに、強く自分を強く見せて、周りからもし否定されるような言葉を言われそうになった時にそれを言わせない、自分が聞きたくないからね。相手と向き合うことを多分ルイスはしてきてないんやろうなって思った。そうだね。でもさ、やっぱ付き合っていく中でさ、そんな突き放されてもさ、解決せんもし、ルイスみたいな彼氏とか旦那さんを持ってる女性に言いたいことは、まず肯定から入ること。なんかルイスが良かれと思ってやったことがうちにとっては嫌だったこととか傷ついたこととか、ルイスは別に何とも思ってない、普通に自然とやったことなのに、悪いとも思ってないことなのに、うちからしたら嫌だったこととか、ヨガさんあるよ、やっぱ価値観の違いとかでさ。でそうした時に、なんでこういうことしたのみたいな、ひどくないみたいな否定から入るのは良くないかなって思う。俺は何も悪くないと思って、そういう気持ちで傷つけたくてやったわけじゃないのに、え、なんで俺怒られてんだろうみたいな、何でもかんでも多分否定から入っちゃうとさ、相手側からしたらさ、もう敵に見えるやん。あ、この人は自分のこと分かってくれないんだなって思う。まずどうしてそういう行動を取ったのかをまず質問する、聞く、相手を知ろうとするで聞くじゃん。あ、そうだったんだってちゃんと理解して、でも自分にとっては嫌な気持ちになったよって怒るんじゃなくて教えてあげる。したら、あ、そうだったんだねって、そういうつもりじゃなかったけどそういう風に思わせてたらごめんねっていうセリフが自然と出てくるかなって。素晴らしい、メモした、だった、教訓にする。だからそういうのも付き合った時から実はやってた。すごい、そこまで考えてなかった。人の気持ちなんか考えてなかった。やめろ、そんなこと言うな。でもまあ、ちょっといい話だね今日。まあでも今日は結構、なんだろう、おバカさんなんだけど、そういう人の気持ちとかは考えてるなって一緒にって思う。その LINE の返信とかでもみんなのコメント見てとかめっちゃ考えてるっていうか、なんだろう、そこまで考える、そうそうそうっていうぐらい今日は考えてる。返信に30分もかかったりとか、それは言い過ぎ、言い過ぎ。いやでもあるよ、俺だったらもうこんぐらいいいじゃん、なんけど教皇は絶対それを許せないっていうか、素晴らしいな、そういうとこ見習わなきゃなって思います。でも相手の気持ちを考えるっていう癖がついてたら、人との関わり方とか接し方は変わる。そうだね、いいか、結婚してよかったなって改めて思いました。いや、ないじゃないですか。